はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ、前回の続きからやっていきたいと思います。クローディアを外してミディアム入れました。でミディアムに、ヘルファイアと一応ファイアボールを買ってあげて、てかファイアボールって10回しか使えないの、4使うってことか。でファイアボールなんて5回しか使えないからね、術とかすげえ使いづらいな、こう考えると。まあヘルファイアとアイスジャベリンで70回くらいは攻撃できるので、まあミディアムは術メインでいきますか。で並び替えミディアム一番後ろにしたけど、いや真ん中でいいや、もうめんどくせえし。 あとあれかクローディアにアイアンソード系を装備させてから外そうって言ってたけど、装備させるの忘れてたね。まあしょうがない。で今回はですね、ここのベイル高原に行きます。でベイル高原には四天王のアディリス、まあ、ベイル高原からグレートピットっていうなんか穴に入っていくんですけど、それでねアディリスを倒しましょう。こいつはもう普通通りでいいや。でバトラックスね、結構レベルの上がりが早いんだよね、まあ、これもね本当何に依存してるのか全く分かんないんだけど。でヘルファイアとアイスジャベリンは1戦闘につき1回ずつ使っていきましょう。両方使えば両方上がる可能性があるんで、どうせ2ターンかかるんだったらヘルファイア、ヘルファイアとかよりヘルファイア、アイスジャベリンとかの方が効率がいいんで。てかね魔法超弱い普通に。まあ多分知力とかが全然ないから火力が出ないんだと思うんですけど、これで次はアイスジャベリンを使うと。そもそも何もわからん。あと一応金は使い込んできました。リフレッシュドリンクをね一つ、買って、まあ、最悪技ポイントがなくなってきたらリフレッシュドリンクを使ってあげて。かなんかこいつ超強いやつじゃん。ちょっと待って、これはハヤブサ戦法で千鶴残月って貫通するんだっけ。全滅斬とかねマジで誰も効かなかったからな、この前。一応一回使ってみよう。ここはまず1ターン目は全体攻撃中止で、一文字好きも多分貫通するんだよね後ろまで。普通2段突きでいいや。でファイアボールとかさすがにもったいねえかんな。火力も出ないし。お、出た、3人殺した。ってことはあれが無駄になったね。全体攻撃千鶴残月すげえマジで。2段突きより千鶴残月、また、ちょ待って待って待って、どういうこと。え、ちょ待って待って待って、今の何、え今のマジで何、技ポイントの無駄なんだけどどういうこと。最後何で倒した、一文字付きで倒したのか。え何今のバグでしょ技ポイント、しかもさ大神剣とかさすげえ技ポイント使うのに超やられた。すげえはめられたわ今の。何がいけなかったんだ、全滅弾がいけなかったのかな。全滅弾って確率かな。じゃあ別に弱い敵にやった時は全然誰も死ななかったんだよね。なんかめんどくせえから全滅弾で終わりにしようって思ってやった時があるんですけど、誰も死ななくてこれ超いらねえとか思ったんだけど、さっきはね3人倒したからね。よし、こっから下へ降りていきます。ここグール系が多いな。え、これ何、どうやって行くの。あー、こうやって伝っていって宝箱みたいな。まあ、一応お金回収しとくか。げっ、一本道だとさマジ敵が待ち構えてるからね。ここはバトラックス、アルベルトはスティールソード、でもシフは別にガーラルスピアでいいでしょ。こいつはまあそもそも15になってない。ヘルファイア、前のやつは多分2発で倒す。あと後ろ防御してるとちょっと、ああ通らないよね。俺ちょっとやってて思ったんだけど、アイアンソードとか一番最初の武器でも多分それなりにレベルを上げていけば火力が出るんですよ。で一番最初はもう本当に持ってる武器を使い込んでお金を貯めて一気に
強い武器に変えた方がいいって、この真ん中のグレートソードとかバトルアクスとかじゃなくて、もう一気にガーラルソードとかガーラルアクスとかに切り替えた方が効率は良さそうですね。でこっからもうすでにさ、次のグレイとかさ、ベルニーソード買う気になれないもんだって。バトルアクスまた上がったな。いや普通はこうやって上がっていくはずなんだよ。なんなんだクローディア、マジでこいつマジ超わかんな。強くなって帰ってきてくれることを祈ってるけど、弓はねレベルが上がればこれどうしよう。宝箱とかいらねえな多分。え、こいつは強い。こいつマジで強いからな。こいつの持ってんのちなみにアイアンソードなんですよ。アイアンソードとか使ってきたからね。ハヤブサからのガーラルのトマホークで、これもスティールソードのハヤブサ切りでいいや。まあ、真ん中の穴がコスパがいいよね。一番強い技だとちょっと回数が少なすぎる。ボス戦にとってはね、まあ、最強技でガンガン攻めていくのがいいんだけど、普通の雑魚的に最強技をガンガン使ってはいけないからな。まあ、そういった使い分けの意味でも、まあ、大地の剣とかね火力が出る技がないんで、これ多分宝箱は金でしょう。またスタンバイしてるけど、これこのまま下に行けば通過できそうだな。これ右、いやそのまま下に行けば良さそうだ。ダメだったらロードする。おお、なんかあんまり敵と遭遇してないなと思ったけど、ここやばそうだな。一本道だから道を間違えると敵とワンサか戦うことになりそうだ。もうちょっとね術が本当に使えればいいんだけど、術が弱すぎる。強い術になると本当にめちゃくちゃ消耗するん でかといってそんな術ポイントがガンガン上がっていくかって言われるとそうでもないんで、こいつは雑魚だからよし。次アイスジャベリン使っていこうかな。こうやってアイシャも、お、魔法はちょっと上がりやすい、もしかして。ここの道はちょっと罠っぽいな。間違えた、はやぶさスティールソードになった。アイスジャベリンはねクリティカルが出る可能性があるんですよね。たまに一撃で倒せる。多分弱点とかだと 100% クリティカルとかになるのかな。弱えヘルファヒアより弱えんだけど、どういうこと。それとも耐性があるのかこいつは。初期魔法が弱すぎるんだよ本当に。強くなる形跡もあんまりないしな今のところ。だって術ポイント結構多いでしょ。30いくつとかだよ今。いやこれは多いわ、ちょっと多いや。こいつらぶっ殺したらまた早送りするか。アイスジャベリン、あガーラルアクスになってたね。そういえばバトラックスもう1レベル上げたいんだけど、スティールソードが最近上がんないのか。だからえミスって何、そんなんあんの、効かないってこと。
法で、まあ普通に考えれば魔法外れるってことは考えられるからね。普通の現実世界に魔法はないけどさ、現実的に考えれば外すこともあるからね。こっち強くね。ヘルファイズ絶対倒せないんだけど。40181回復するってことはさ、回復力いくつなの？あ、じゃなくてヒットポイントいくつなの？何分の何回復するんだろう。バトラックスいいね。フォークいいよ。マジで上がる。なんかしんねえけど。風アップ。やべえ、超杖フルフルとか吹雪とか異常なんだけど。どこでセーブしたっけ。ここかー、めんどくせえ。700とか吹雪やべえな。これしかも中から行かないで外から行った方が良さそうだし。いや、そうでもないか。ギリギリまで引き寄せて、こいつも、いやー、イカれてんな。バトラックスとかレベルの上がりがいいのは多分あれだね、まだレベルが低いからだ。そう考えるとベルニーユミじゃあなんで上がんないんだっていう話になるけど、まあそこら辺も謎だよね。いけ、やばい、もう一発勝ったら前衛が壊滅する。先手必勝ゲーだからな、これ。本当にダメージを食らう前に倒す。なんだあいつはダメージ食らって回復して減ってんだけど。じゃあ減って回復してんのか。だって800とか食らったらさ、誰も耐えられねえじゃん。アメジストとかって今誰が装備してんだっけ。アメジスト関係ないっけ。いや、前衛3人どうしようかな。魔法で回復できねえかな今。傷薬を使う羽目になるんだけど、傷薬はね、さっきここに来るときにちょっと買い込んできたからね。
まめなセーブだな。さっきちょっとこまめなセーブを怠っていたからな。あ、なんか上がった。技が、技っていうか魔法が。でこっから一気に中へ切れ込む。よし完璧だ。宝箱はほっとく。もういや無理だよ、金でしょ。だってどうせこいつまで食らうと多分死ぬな。今食らう前に倒す、これが鉄則よ。グレートピットか。ちょっとなんかいいアイテムがないかだけ確認しよう。グレートピット探検。金金金金、土の元いらない。金金金、あ大丈夫だ、全然大丈夫だ。金以外のものが入ってるのってそうそうないからね。なんか装備品だとか。もう今更ね、金回収して進むっていう場面じゃないからな。よし風アップ。あれを取りに戻るくらいだったらもう進むよ普通に。めっちゃな。2段切り系でいくか。これバトラック強ランタン使っちゃおう。え、大神剣って多分飛んでるやつ無理だよね。うん、1400で倒せないもんな。ぎゅっ、これでも倒せない。これ弱いんだけど、なんで？だから見た目はさ、強そうだけどさ、そんなダメージ当たんないよね。なんなんだ一体。げ、寝た。二人寝たか。げ、どこで死んだ。マジか。やっぱりちょっと回復させよう。前衛はやっぱ少しヒットメント高めに持っておかないとね。謎の何にもならない。素早さとかが下がってんのかな。こいつにアイスジャベリン効かない。もう別に効いても効かなくてもどっちでもいいんだけどね。渦潮とかね、水の魔法で使われると多分また終わるんだな。イフリートとか出てくるとね、火の鳥とかも、これもマジで強いガンダム。火の鳥はアルベルトがアクアマリン装備してるから無効化できるんだよね。まあ一人でも逃げてれば全滅っていうことにはならないから。ちょっと高級金属水で回復させよう。42個あるからね、全然余裕だ。そんなの使わない、もったいない、それはもったいない。傷薬は6個か。げっ、傷薬なんかすげえ回復したんだけど。普通に倒していきますか。で防御の下、まあ、ミディアムね、そもそもまだヒットポイント200台だからね、それ弱いよ。防御中にある程度ダメージを与えて次のターンで倒しきる。防御ってさ、まあ、ほぼ防御されんのかな。いいね、300とか。よし、バトラックスアップ。これはセーブしよう。もうセーブしつつ高級傷薬を使う。
ここまた何なんだ。階段の下に行かなきゃいけないのかどうかが分かんない。こいつは雑魚。一旦あれば倒せるでしょう。耐性が上がんないからさ、なんかもうヒットポイントが全てだよね、こっちの耐久力。いやどうするゲッシカ、やはりどっか下で降りるか。こいつ強い、ほんとスカルオイル強えかんな。二段切りだけ先制して打っとこう。二段切りが入ればあとちょいちょいちょいっと攻撃して倒せると思うんで。全然ダメだった死亡者が2人出た。え、こんな強かったっけ。敵を舐めてんな最近。まあ、あいつははやぶさでちょっと強い技を使わなきゃいけないと。出始めの頃はね、確かにそうしてたからね、強かったから。まあ、中衛ヒットポイント1で頑張ってもらおう。あれ、この雲とかって全然見てない色な気がするんだけど。ハーベストマン、なんだよくわかんねえな。うえー、ブラックホール使ってくるのかよ。魔法使ってくるやつか、ほんと。いやー、ダメですか、この雲。見た目に反して強えな。しかも一旦かかるし。クリティカルじゃない、ガシャガシャガシャってなるけどクリティカル出ないんだよね。ちょっとハヤブサで先制して倒そう。逃げるしてよ。フォークなんか並び方がちょっとやりづらい。はい、医者がハヤブサ使えないかな。ガーラダックス本当強いな。一回殴ればもうそれでいいからね。ちょっとめんどくさいけど、一回殴ったらガーラダックスにしよう。こいつも本当は大地の剣でよかったんだけど。回復させなきゃいけないやつ。あ、前衛が3人減ったんだ。使おう、これは使おう。フォークが600に乗ったね。なんだこれ、全然わかんねえ道が。ゲー、しかもあいつは出てきてるし。二段切りとかでもどん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 先へ進んでいこう。全滅弾使う？またで、雲だったらさ、大神拳これで動けなくなるんじゃないか。またちょっともったいない病が出るかもしれないけど。あ、歯医者全部覚えたね。あれ、これも狂乱劇？ハルベルトもまた自信だよ。あ、強えんだに全滅な。今のところ使えるぞ。最初だけか、なんかあれいらねえなって思ったの。これこのままじゃん。地下4階までってことはもう次で終わり。アディリスを倒せるかどうかだな。まあ、アイシャもそれなりにはでもダメージ与えてくれるようになったからな。本当に戦力になるのが4人だけってなったらちょっと辛いけど、アイシャもそこそこダメージ与えてくれる。からいけるはず。回復はしておこう。高級傷薬、ちょっと意味あるか分かんないけど、ミディアムとアイシャも回復しとこう。アイシャ、オッケー。アイシャ全開しねえし、そういえば。
傷薬。いいね、傷薬も100以上回復するんだけど。どういうこと？よし、じゃあ行きましょう。よくもまあこんなところまで人間が来たものだな。せっかくだから一つ仕事を引き受けてくれないか。では帰れ、叩き殺す。ひでえひでえな、本当にこいつ。あれ、千鶴残月聞くよね。千鶴って言ってるけど、地面を這うわけじゃないもんね。ガーナラックスが何使えばいいんだか分かんないんだよな。十文字なんでいくか。あれ、あそこガーナラックス全部覚えたよね。で、第一の剣、第一の剣も微妙なんだよね。石化剣でいくか。で、ここ二段突き。アルベルトも狂乱撃って打てる、打てるか。一応打っとこう。こいつなんだもん、何もやることねえんだけど。防御しとく。あれ、なんか音がない。いや、強え、マジ強え。うん、石化しない、毒斬り。毒になるだけだったら、毒になるだけだ。あ、強え、愛者強え、火力出んな、これいけるぞ。ちょっとやっぱ廃物戦法は使っとこう。このターンで決まりそうだな、さっきの水流見る限りは。じゃあやっぱりアルベルトの火力がないんだよ今。ガーナルソード買いたくねえ、こっから。だったらもうちょっと我慢してレフトハンドソード取りに行くよ。謎の音なし。おお、いいね。タイニーフェザーのところに行きたいって行きたいんだよな。そうするとタイニーフェザーのところ行くためには、あのナイトハルト殿下にアクアマリンをね返さないといけないんですよ。この四天王イベント進めてないから。それはもったいないよな。宝箱、雨雲の腕はやったぜ。腕力の本、ジュエル、今ジュエルいくつある ?9 個あんじゃん。金があったらそんなにたまんなかったね、予想していたよりは。よし、グレートピットの探検これにて終了。じゃあ、あれ帰れねえんだけど。あんまりよく見てなかったけど、左側ってなんか行き止まりになってた。右側から、あ、行けね、行けね、あれなんで行けないの。歩いて帰るとかそれはないでしょ。もう一回見てみよう。なんで行けねえんだけど、ここおかしくね。いや、それはおかしい、ちょっと待って。いや、行けないんですよこれ、なんか壁があって。またなんかバグ系。一回戻って、もう階段ね、ちょっと入り直そう。うぜえ。アティリスいるんだけど、またどういうことこれ。ちょっとセーブしよう。何これ、おかしくね。よく来たな。帰りは裏の道を使っていいぞ。すげえありがてえ。何こいつ、超ありがてえんだけど。ぶっ殺したのにもかかわらずさ、裏の道を使っていいって言ってくれてんだけど、何こいつの、この度量の大きさっていうの。いや、四天王さすがだな。水流とか生きてんの。じゃあちょっと謎現象が起こったけど、まあいいや、帰れるようになったんで。まあジュエルとかも手に入れたんでね。よし、雨雲の腕輪か、クレイに染めさせよう。じゃあレッサークラブだしね、25。ただ雨雲の腕輪ってそんなに防御力はないんじゃないかな、耐性があるだけで。あ、でもそれなりか、レザーグラブよりはあるね。フォーク、鋼の小手か、結構いいの装備してたな。アルベルト、こいつも鋼の小手装備してるし。じゃあシフでいいや。レザーグラブ持ってんじゃねえかよ。愛者にあげるか、かわいそうだもんね、何も装備してねえし。使い捨て要因とはいえちょっとかわいそうすぎたな。まあ、いや、レザーグラブ、鎧はないけど。じゃあちょっと戻りますか。
あれ、スカーブ山がある、なんで。今ちょっとイスマス経由で戻ってきたところなんですけど、なんかスカーブ山出てるね。なんかアティリスやったからかな。謎すぎるんだけど。まあいいや、じゃあちょっとスカーブ山も一緒に行っちゃいましょう。その前にクリスタルシティ行ってパブでバーバラがいたらバーバラ戻しちゃおうか。いない。お金は5000円くらいあると思うんだよね。5200円か。どうしよう。また例によって1万円はたまんないかな。割と敵はスルーしていけば。んー、ベルニーミとかね、値段的には一番使いやすいんだけど、なんて言ったって騙されたかな。不良品なんじゃないか。あのクローディアに持たせたベルニーユミ。まあいいや、ちょっとスカーブ山行きます。このまんま。まあお金はいいや、ジュエルいっぱいあるし、ジュエルを増やすことに今重点を置きましょう。魔の島に行こうかなと思ったんですよ。魔の島に行こうかなと思って、ちょっとオービルに着いたところで、じゃあちょっと魔の島に行きましょうみたいなのをね予定してたんですけど、スカーブ山、げっ、やべ、こいつすげえ。あれ、スキミックスってでも倒したっけ、メルビルで。普通の敵として出てくるからな。まあ、ちょっとこれガララクスの注文時なんで行って、で大地の剣は多分普通につくのが一番強いんだよね。まあ、強いかどうかは分かんないけどコスパがいい。こいつの二段付きはちょっと使っていこう。アイシャね、狂乱敵強いんだよね、何気に。これは嬉しい誤算だな。いくつだ今、1600、3000くらい、4000、げー、5000で死なない。あー強いわ、ほんと強いわ。タイニーフェザーもね、もちろんぶっ殺します。でもフレームタイラントの例があったからな。なんか仕事を引き受けてくれないか、嫌なこったさようならで終わる可能性もあるからね。アディリスはまあなんとか叩き殺すみたいなこと言い出してきたけど、フレームタイラントに至って何も言ってこなかったかな。で一応今もうあの最終試練とオールドキャッスルはいけるんで、順番間違えるとちょっと最終試練いけなくなっちゃうんですけど、フレームタイラントの依頼の段階でな、アイスソードをガナハメからね殺して奪い取れれば、アイスソードを殺して奪い取るともう冥府行き確定なんで、それでもしかしたら冥府もいけるんじゃないか。ガーダルソードじゃなくてアイスソードも奪った上に冥府へ行けるっていうのをちょっとね思ってたんですけど、これはグレーが主人公だったからね、ちょっとできなかったね。さすがにそこまで残酷にはなれないか。知り合いは知り合いだからな、それをなんか殺して奪い取るとか、そこまでの極悪人にはなれなかったと。まあ、スカーブ山もね、ここ羽があるんでタイニーフェザーの、結構高く売れるんですよね。こいつはやばい。スカルゴイルはもう一回全力で倒した方がいいというのが分かったからな。全力で倒しに行こう。大地の剣、まあ、これで後ろのやつも倒せるでしょう。あれ、クリティカルとか出んだ。あ、なんか骨だからその十字に弱いっていうのかな、十字架に弱い的な感じで十文字山クリティカルが出たのかな。そういうところちょっと細かいな、設定がアンデッド特攻みたいな感じか。100円、いらねえ。まあ本当だったらね、ここ、こんなに後に来るところじゃないんで、依頼を受けようとすると。あ、二段付きになっちゃった。いいや、もうめんどくさいから。だって400しか当たんない。レイピアあんまり効かないのかな。1600とか。もうミディアムがほんと弱いんだよね。そうするとバーバラはさ、別に鍛えるために外したんじゃなくて、ガラハダのイベントのために外しただけだから、戻せるんだったら早々に戻したいんだよね、今のこのパーティーのメンツ的に。どんどん上に登っていこう。とか、なんもねえんだけど。あー、こ
ちも結構強い系だよね。まあ普通に攻撃をしていきますか。ちょっと最近スティールソードとかを使ってる余裕がなくなってきた。え、何？ちょっと待って、これ撃ちよったんだ。ちょっと待って待って待って、何音は凄まじかったんだけどさ、何にもならなかったんだけど。怖え、マジ怖えわ。しかも早いね。ハヤブサは使っておく。もうバトラックスでいいでしょう。ちょっと舐めてかかるけど、もうスティールソードでいこう。ハヤブサ戦法だけは取っておく。結構強い。やっぱり技を使わないとすぐには始末できないな。なんかほんと怖いからセーブしよう。いきなり全滅する恐れがあるかんな。どこでもセーブができる系はねいいよね、ドラクエとかと違って、まあ、ただドラクエはね死んでもデスルーラできるから。FF とかロマサガとかこういうのは死んじゃうとそのままオープニングの画面に戻されちゃうんで、まあ、どっちがいいと言ったらあれだけどね、デスルーラができるともうとりあえず宝箱だけ取って死のうっていうことができるんで、それはそれでどうなんだろう、まあ、一つの戦法ではあるんだけど。あいつジャベリンとか使わなくていいや。ちゃんと変えるのだけめんどくさい。その分おお、これは雲だよね多分。ちょっとこの鳥打ってほしいな。なるべくちぐさぐに動きは直線的だからねあいつら。まあ、それタイニーフェザーというだけあって、あの宝箱は簡単に取れるか。取っとこう。100円、よし。なんか内部のところに入って、ちょっと待ってね。最近セーブしてさ、なんかこっち全然道違うやってなったら堂々するっていう。あぶねえ、左へ騙されるとこだった。また敵も倒しながら行くのがいいんだけど、もうここまで来れば全員倒す必要はないでしょ。こんなん全員倒してたら時間がかかってしょうがない。あーこいつも結構強いんだよな、オーガメージ。ハヤブサだけは取っておくか。ちょっと待って、フォークさ、並びが前も言ったけどやりづらい。ガーナラックスとバトラックスの位置がおかしいんだな。強いものを後に置きたいんだよね。でもこれバトラックスが一番奥になってるから変えられたよね。外したらちょっとショックだけど、まあ、セーブしてあるからいいや。やってみよう。うわ倒せない、マジで。バトルアックスとスティールソードの火力がちょっと低いんだな。でもまあそれなりには出るか。これ今防御中だな。この防御中の時にダメージを削って2ターン目で仕留める。ヒットポイントの回復量から最大ヒットポイント多分割り出せるんだろうけど、壊すね。痛え。そんなに痛くなかった。通常攻撃だけだと厳しいな、やっぱり。早く15になってくんねえかな。ちょっと後ろから来た。いやこれめんどくせえ。一回フォークの全滅なの使おう。
それで2人死んでくれればすげえ楽なんだけどな。よしオッケー、意外に使える、全滅だマジで。雑魚一掃に役立つ。ただそうするとな、ボス戦での技ポイントがなくなってそうだから、ちょっとホーク武器で、そうだよね、ガーラルアクスと、ちょっと待って、外す使う、一回セーブしよう、一回セーブして、いや変えられると思うんだよね、外すガー、外しちったよ本当に一瞬だけか、余裕があんの、あ一瞬キャンセルできる、ちょ リセットします。え、変えらんないの、超不便なんだけど。もう一回装備画面だけ出して、いや無理だ、変えらんねえわ。なんでバトルアクス後ろにあるんだ、そもそも、もうもはや分かんねえわ。結構こいつらめんどくせ、しかもロードしたから防御から伸びてるし、全滅弾使ってこう、あしまった、ハヤブサを使ってしまった、誰も聞かねえし、出た、誰も聞かない、これだけで倒せっかな、いってー、倒せないんだよねこれだけで、いや全滅弾はもういいや。なんでバトラックスの狂乱撃弱いんだよな、なんでだろう、ゲッ、攻撃してきやがって、銃、魔法力は確かになさそうだからね、いや1戦闘がちょっとめんどくさくなってきたな、長い、一ターンで普通の攻撃だけだと始末できないから、いや、やはりガラルアクスに変えよう、でこいつも大地の剣に変えよう、マジでバーバラ戻したい、ミディアムの火力がなさすぎるから時間かかるんだよ、めんどくせえやつだな、大地の剣強え、マジで強え、ここ終わったらちょっとバーバラ探しの旅に出るか、バーバラを戻して魔の島をやったらクロディア戻すか、アイシャもせっかくね強くなってはきたんだけど、女性主人公にこうかあんまり魅力を感じないんだよね、アイシャもな、好みかって言われたら好みじゃないしね、そうすると今度ロマサガ3が出た時、もちろん女主人公でやりたいんだけど、カタリナはねもうやっちゃったからね、まあ、今あのリンク貼ってあると思うんですけど、ロマサガ3はもうすでにスーファミ版でやってあるんで、またカタリナでやるかって言われたらそれはちょっとさすがにあれなんで、でそうするとサラもね、ちょっとサラとアイシャって似てる系列が、げやばい、なんだまたクエイクみたいなの使ってきそう、早急にまた始末するか、でサラもあんま好きじゃないんですよ、でエレンは見た感じは好きなんですけど性格があんまり好きじゃないんでちょっと嫌でしょ、でそうそうモニカか、モニカでやるか、次はモニカでやると多分最初の方にユリアンが仲間になっちゃうんで、ユリアンは早々に外すでしょ、ただ女性パーティーだけの、え防御ロマサガ3はもうすでにな、気に入ったキャラ前回で入れてたかな、なんで300食らうんだ、いや普通に普通にもう一回攻撃していこう、
撃体、あ、いや地震、あー動けないか、びっくりした。主人公をモニカにするでしょ。多分前回モニカは入れてなかったっけ、入れてたっけ、なんかサザンクロス使ってたかちょっと分かんない。動画を見返してみよう。カタリナ主人公 でミューズは好きだからミューズ入れてたでしょ。あとはあの人、剣武術使う人、名前が出てこない。そう、剣武術使う人と、やっぱモニカ入れてたのかな。動画を見返してちょっとまたパーティー編成を考えますか。もう月は伸びないよね。また延期ですってなったらそれはちょっと寒いよな。ゲームの開発にこうどれくらい時間がかかるのかっていうのはちょっと分かんないんだけど、でも別にさ、ボイスが入るわけじゃないからさ、なんだろう、プログラミング的な人たちが頑張れば。でしかも 2D だからさ、 3D とかだったら確かにマップとか見て、おおすげえよくこんなの作ったなって思うけど、そこまで時間かかんないと思うんだよね。まあ、あとちょっとどこまでこう強化して作ってくれるか、やっぱりロマサガ系なんで割とねイベント雑なところもあるんで、そこら辺をもうちょっとね直してもらいたい。ま、皆さんが期待する町長さんとかね、これスピードソードでいいや。ここのマップがどれくらい長いか、ゲー出た、クリティカル。一応アディリスのイベントと今回タイニーフェザーのイベント進めるんで、もしかしたらちょっと長くなっちゃうかもしれない。え、これ全滅弾使おう。隊列が完全に後ろになってんな。二段突きも使っていくか。こいつも二段突き使っていこう。 OK、 いいね。全滅は火力どうこうっていう世界じゃないからな、当たるか当たんないかだから。いやこいつらもうめんどくせんだよな、正直言うと。最悪いいや、リフレッシュドリンク使おう。でハヤブサ全滅弾をやって打ち漏らしたやつらを二段突きとかで倒していく。これが一番早いし、できれば一旦で片付けたいんだよ。こっち防御してるかな。197防御してんな。いや倒せないか、もうアイスジャベル無理だからね。あとはさすがに攻撃でいいや。でここはバトラックスでスティールソード、あそっかスティールソードはもともと攻撃してたのか。マジ硬いわ。もうちょっとね、その、まあ、ロマサガ3の話に戻るけど、マスコンバットとかね、トレードももうちょっと増やしてほしいよね、ボリューム的に。どっちだ、なんだかんだで7800円になってんな。普通の攻撃でいいかな。後ろに大ガメージがいるけど2ターンかかるね、やっぱりそうすると。フライパン野郎ってどんくらいだっけ、1000くらいで倒せるか。なんかミディアム防御しようかな。なんかさ、これアイスジャベリンとか撃つだけ無駄な気がしてきた。時間がかかる。どうせもうバーバラと変えるから完全にデコイだな。防御しよう。
あともうバトルアクスとスティールソードが15になったら、またガラルソード、ガラルアクスとかに戻そう。やっぱ15とかがなかなか上がんないよね。いや、これなんか、大丈夫か？あ、羽がここにあるんだっけ？ない。全然違った。やばい。よし。いや、ちょっとこれは無理だ。しかも横かよ。石化しねえかな。はやぶさ石化剣。最悪石化剣はダメージ通るからね。よし、来た。さよなら。1体の時は石化剣とかが有効だね。雑魚だな。吹雪食らったフルフルってこれ系だよね。妖精系みたいなシンボル。やべえ、人強えわ。愛者普通に強い。やっぱ使ってれば強くなる。ただし武器、魔法はマジで弱い。強くなるって一向にないからな。じゃあこれでトマホーク投げてもしょうがないから、ガーラルアクスのトマホークにしよう。技を使ったらレベルが上がらないっていうのがな、ちょっと微妙だよね。通常攻撃を打たないとレベルが上がらないっていうのは。魔法耐性ってどうやって上がっていくんだろう。愛とかね、意味ないからね。愛と魅力が確か意味ないんだっけな、ほとんど。耐性が上がるとかじゃないから、別に。こいつめんどくせえかな。はやぶさ全滅だな。誰も倒せないとショックなんだよね、全滅が。よし、左か、結局左か。
はい、じゃあタイニーフェザーですね。よくもまあこんなところまで人間が来たものだと言ってること同じじゃないかよ、アディリスト。せっかくだから一つ仕事を引き受けてくれないか。嫌なこった。では帰れ、叩き殺す。流れが一緒だ。でこいつも多分まあ 2,3 ターンで肩はつくと思うんで、全体攻撃さえなければなんとかなると思う。どうだろうな、なんか赤血剣とかより普通に突っついた方がいいかもしれない。でガーナレスピアは2段突きでしょ。ハルベルトのねこの狂乱撃強いからね。もうミディアムは何の役にも立たない。千鶴斬月ほんと強い。695いでー。600くらい食らうのは仕方ないよね。ただこのターンで肩をつける。だから全然回復させてないです。バーバラがいたらもうちょっと違ったんだろうな、ウィリアムの代わり。 OK、 結局ミリアムしか上がんねえし。おお、追っかけてきてる。早手の靴、ゲーこいつはいや、サクッと倒そう。サクッと、ほいほい。いやー、アイシャも普通に2段切りで1000超えるっていうのがでかいな。素早さの本、精神の本、ジュエル1個。ここは実りがあるね。早手の靴も手に入れたし、早手の靴誰に装備させようかな。全滅斬のあるフォークだな。しかも靴ってねかなり珍しいからね。どこ、あ、こんなとこにあった。防御力も5あるし、コカトリスか、めんどくせえ。コカトリスもマジめんどくさい。全滅弾使おう。早い、よし。石化を解くかね、もうなくなっちゃったんですよね。リフレッシュドリンクを使えば治ると思うんだけど、ちょっと怖いな。石化を解く、補充しておくか。でさらにここの右側だったかな、ここがちょっとゲー丸ボタン押さなくてもそのまま、あのタイニーフェザーのね、まあ、羽を手に入れたんですよ。どこにあるか分かんないけど、あ、これこれこれ、これがまた5000円で売れるんで売りましょう。あとはまあ帰ってでバーバラを入れるだけなので、じゃあまあ今回はこれで終了しますか。最後までご視聴ありがとうございました。次回はちょっとバーバラを入れて、そこからやっていきたいと思います。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。ちょっとこの鳥が